引くから立てろ、ね、みんな投げて自分の体重を乗せてっちゃうから立てない。立つために引くんだよ。手を前出すん、胸んとこに引くんじゃねえっつってんだバカ。角ってやれっつったじゃん。そう引くん、そう落ちたろ、ちゃんと相手が前に前に出すんだよ。かかとつくなよ、戻ってギュッて戻る、すぐ戻る、スポッと入る、後ろに寄っかかんない、頭を下げない、角ってやってるかてよ、角ってちょっとこっち向いてやってみ、はい、スポ前出す、手が伸びてない、キュッキュッキュッ、下見ないよ、角って出すんだよ、おでこから角、角、そう戻せ戻ってやれ、5本目だけにしてあげる、ゆゆ出す、そう張り付いちゃっていいんだよ、ペタって、投げるんだろう、次手をどうするん、頭を下げねえんだ、もう一回投げて、伸ばすん、伸ばして貼り付けて相手を前に出させて立ち上がりながら引っ張るん、立て引け手を、そう早くもそろそろ怒るからね、はい、今度相手変わって、あ、ヤクモトショウ、お前頭の上に何乗せてんだよ、なんでこうやって乗せてるん、なんで全部頭の上に乗せてるん、違うだろ、引っ張り出すんだろ、角だろ、裏剣と前にパンチ、肩の後ろに一緒にあっちゃう、何あっちゃう、ここにこう相手がね、できるよ、後ろに敵がいます、あっちゃってぶつける、前にぶつける、それを座ってお前の相手はここじゃねえ、ここにいるんだ、ここにやってろ、お前の前に目の前にしろ、ここにやってろ、戻ってここだよ、こうじゃねえよ、全部全部頭にこうじゃねえ、パパもこうやって教わったけど、こんなんでかかるやついねえ、その先輩が特別だっただけでこれでかけられた、俺にはそんなスピードがなかったよ、9、耳の横、頭を下げるからおかしいんだよ、あかりはいつも、あかりは頭を下げちゃダメな、そうで戻る、なるべく手は伸ばした状態だよ、はい、手がやっと届く状態のところ入んないと自分の体一個も回らないからね、そう頭下げない、手も